皆さんこんにちはこれより建築学科の紹介をさせていただきますまず自己紹介ですが本学科教授の伏せしげる教授ですはいえっ、ー、と教授の伏せと申します今日はよろしくお願いいたします進行は建築学科研究室助手の大関ですよろしくお願いしますでは早速ですが伏せ先生よりむさびの建築学科の概要を説明していただきたいと思いますよろしくお願いしますはい えと今日はですね、えーと、建築学科の説明ということで、はいえーと、この内容で今日は説明させていただきます。えー、と一つ目は、えーと、美大建築学科の特徴、えー、二つ目に、ム、えー、さビ建築のカリキュラムについて、えー、三つ目が卒業後の進路と仕事、えー、そして最後に、えー、入学試験について説明させていただきます。 はいえー、一つ目、えー、美大建築学科の特徴ということで、えーまあ、分かりやすいあの、えー、説明としてはです、ねえー、と建築家の教育を目指しておりますので、えー、建築家養成を主眼とする、えー、目的が美術系大学と、まあ、大きくです、ねえー、考えていただくと分かりやすいかなと思います。 で逆に工学部に関しては工学系はですね、建築士いわゆる技術者教育を主眼として、えー、カリキュラムを組んでいるのが工学系の大学というふうに、まあ、大きくですね、えー、認識していただくと分かりやすいかなと思います、えー、そうするとですね、あのーまあ、美大建築学科を認識する上えで建築をですね、作品として設計する。 デザインするということが、えー、一言で言うと、まあ、そういうふうに言えるかなと思いますはい、えー、ここからあの具体的に、えー、武蔵野美術大学の建築学科の特徴を大きく6つに分けて説明してまいります、えーまあ、特徴としてはですね、えー、一つ目一番の特徴としては建築設計とデザインを中心に学んでいきます2、えー、つ目は、えー、専任教員の専門分野が、えー、設計とデザイン が、主であること。三つ目として、入学者全員がですね、建築、または、建築家、または、デザイナーを志望して、本学を目指しているということ。四つ目として、技術職よりも、出口ですね、就職先は、設計、デザイン職への就職が主であること。五つ目としては、入学試験がですね、美術系、理系、文系に対応していること。 で最後に6つ目としてもの、えー、づくりにあふれたキャンパスということで、えー、本学の場合は美術大学ですので、えーまあ、建築以外にデザイン系美術系の各学科がものづくりをしているということですね。はいえー、建築学科の教育目標です。でこれは、えー、ここに書いてある工学的教養を持ちながら造形的な構成力のある建築家を養成する。これはです、ね、本学が設立した えー、当時からの目標です、えー、歴史ですねえー、っと1964年に、えー、本学研究学は設立されて今年で58年目の歴史があります、えー、延べで卒業生が約4000名ほど排出しております、えー、教育対象 これは、えー、と建築を工学だけでもなく美術だけでもなく建築デザインとして捉えて対象としてはですねインテリアから建築そして都市までが建築学科の教育対象になっておりますはいカリキュラムです建築デザイン教育に重点を置いたカリキュラムで構成しています。 ここにある設計計画というのはこれももう長い伝統があって他の大学ですと設計製図とかそういう名称が多いと思いますけれども本学の場合は演習科目を設計計画という名称で設計と同時に計画も考えるというところに特徴があります。はいえー、とここにある 学部4年間と大学院2年間がわ、まあ、かりやすく箇条書きにするとこんな感じで進んでまいります。ここにある学部の1年生ですと、えー、建築の基礎教育で2年生ですと建築の専門教育で同じく3年生は建築の専門教育ですけれどもスタジオ制になります。ということは1年生と2年生はですね入学した 全員が同じ課題を取り組む。そして3年生からはスタジオ制になって、課題を選択して、それぞれの課題に取り組む。というふうになっています。で、4年生になりますと卒業設計で、同じくスタジオ制で、各スタジオで卒業制作に向かい合うということですね。あと、大学院に関しては、ここにあるように、同じくスタジオ制で、どちらかというと実践的な教育に移行していきます。 はい。一級建築士の資格対応です。まず学部に関しては、あの必修科目を履修することによって、えー、一級建築士の受験資格は満たしています、まあ。いわゆる工学部の建築学科と全く同じ条件になります。えー、その下に書いてあるように、えー、と建築士法が改正になりまして、えーと、今はですね、卒業と同時に、えー、と一級建築士の試験が受験することができます。 でそれに合格しますとあとはあの2年間の実務経験を、えー、得られれば、えー、一級建築士の免許が登録できます、えー。同じく大学院ですで。大学院のカリキュラムはです、ねえー、これはスタジオによってちょっと違いますけれども、えー、基本的には、えー、一級建築士の実務経験の2年の要件を満たしていますので、えー、今ご説明した、あのー、実務経験が大学院で、えー、演習によって得られますので 最短ですと大学を修了すると同時に一級建築士の試験を合格し実務経験をここで、えー、目指せれば、えー、卒業と同時に一級建築士の登録ができるということになります。はい。えっ、ー、と、専任教員の構成。えっ、ー、と、先ほどご説明したように専任教員の構成はですね、工学部の建築学科と違い、全員がですね、建築設計、建築デザイン、構造デザイン、 ランドスケープアートのプロで実務家ですねいわゆる研究者ではなくて実務家が中心です、はい、これがあの現在の研究室の各教員の専門分野ですこれも先ほど一番最初にご説明したように、えー、と新入生アンケートです これはですね毎年新入生に行っているアンケートでそれぞれ最終的に何を目指しているかということのアンケートなんですけれどもこれは毎年同じ質問をしてますけれどもほぼ、えー、ここにあるパーセンテージから、えー、とそうですねあの1割前後の変化ぐらいしかなくて毎年大体こういう数字に推移してますでここで見ていただくと分かりやすいのが1の建築家と 2の住宅を主に設計する建築家を合わせると70%になります。ということで約3分の2の、えー、と新入生がいわゆる建築家を目指してそういう意識を持って本学の建築学会に入学してくるっていうことが一つの大きな特徴ですね。でこれが例えば一般大学の工学部ですとそこまで意識がはっきりした学生が入学してくるパーセンテージっていうのはもっと少ないと思います。 えー、キャンパスこれも一つの特徴ですね先ほどものづくりにあふれたキャンパスという説明をしましたけれどももう一つの側面としては、えー、これが航空写真になりますけれども左が玉川上水になります、まあ、非常に自然環境に恵,恵まれたキャンパスで、えー、現在はあの真ん中に、えー、都市計画道路がもうあの開通してますので北キャンパス南キャンパス分かれてますけれども、えー、とこれだけのキャンパスでなおかつ、えー、と初代の主任教授で、えー 芦原義信先生があのキャンパスの主要な建物を設計してるんですけども中央広場を面した各建物群が、えー、とこれはいこれですねドコモモジャパンの指定がこの建築群にされてますこれはですね近代建築の価値あるあの建築に送られる指定ということで無、えー、さびの主要な建物はこの指定になってます。 まあこういうあの優れた建築群の中で建築を教育あの勉強できるというのは非常に恵まれた環境だと思います。はい、でここで2つ目「むさび建築のカリキュラム」ということでここからはですね各学年のそれぞれの学生の作品を中心に紹介していきます。ままず1年生入学しますとと造形基礎教育と これがあの絵画と彫刻です、ねえー、をはじめとするあの造形基礎とあと製図図学あと表現などの、えー、建築設計の基礎を学んでいきます、えー、ちなみに製図図学表現に関しては私が担当させていただいてますこれが共通調整ですね木彫、えー、あとコンクリート石彫あとこれが製図の事業風景です でこの授業がですね集中授業で月曜日からあの土曜日まで製、えー、図図学表現がそれぞれ2日ずつ続いて、えー、約8週続きますでその成果として、えー、こういうふうにあの小住宅ですね200リ米の住宅というあの小住宅を整形する課題が最後に待ってまして、えー、これで、えー、と単純にあの工学部の建築学科ですといわゆるトレースとか与えられたものをただあの書くだけとかっていうことですけども 美大の建築学科の場合はですねやはり自分が発想したもので、えー、製図のスキルを、えー、と覚えていくということでこういうふうに自分が考えたものを図面化していくっていうあの作業を行ってもらってますあとまあ先ほどの,その工学部と違いとしては美大の建築学科はこういうふうに1年生の前期から自分のこういう作品を作って実際に模型を作ったりしてますで1年の後期になりますと共通絵画になりますでこれは えっと、あのデッサン経験者いわゆるビース予備校の経験者は、えー、とこういうふうに、えー、とデッサンではなくて油とかに入っていきますし逆に数学受験で入った学生さんは、えー、基礎のデッサンから、えー、とコース分けで、えー、と習得するように、えー、分けてます。でここから、えー、と同じく1年後期ですね設計計計画1ということで。 これは年によって課題内容が変わってきますけども例えばこういうふうに光のデザインであるとかこういうふうに浄水の小屋ですねこういう企画書を含めた小さい建築を設計して提案していますこれ玉川浄水に建てるパビリオンですねあとはこういうふうにグループ課題でキャンパス内の居場所を作るという課題もグループでやってもらったりとか これ実際に減数で作る課題ですね。はい。で、2年生の教育ですね。2年生はえっ、ー、とここまで先ほど説明したように2年生までは全員同じ課題をやっていきます。で、2の1は、えー、住環境ということで、えー、住宅ですね。えっ、ー、と2の2ということでもう1課題はですね集合住宅を中心に。 設計してもらいますこれが住宅年によってこういうふうに別荘であるとかあの、えー、っと小さい住宅であるとかこれ別荘ですねこれは住宅です、はい、で集合住宅ですねこれが2年生前期ですでそして2年の後期になりますとどちらかというと公共建築に近い都市施設ということで駅舎木造の駅舎であるとか <laughs> はい、あと研修施設ですね、えー、こういうふうに研修施設例えばこの模型とか木で作ってるこれがもう2年の前半前期でここまでできる学生もおります、はいえー、3年生になりますと、えー、専門教育でここからですねスタジオ制教育ということで、えー、3の14スタジオとスタジオ 3の2、4スタジオそれぞれ4つから1つのスタジオこれはですねスタジオの課題とあとそれぞれの専任教員の専門分野を加味してそれぞれ自由に4スタジオから1つ前期後期に選んで課題をこなしていきますそれぞれ説明させてもらうと3の1ですねこれ高橋スタジオ都市の環境単位ですねこれが布施スタジオ 私のスタジオはですねこの住宅ともう一つこういう都市施設、えっと、二つ二課題を課してますはい、えー、菊池スタジオ、えー、小西スタジオあの小西先生は構造家なので、えー、っと課題の中でですね構造的な提案を主として課題を,を出してます、えー、もう一つ持田先生持田先生は、えー、環境設備ですので 自然環境といわゆる空調とかですねそういうのを使わずに風とか光をコントロールするような提案の設計を課題に返していますランドスケープの長谷川先生ですね、はい、あと鈴木先生はどちらかというとあのこういうふうに、えー、と地方に、えー、とこう二氷点で住むとか どちらかというとあのスケールの大きい木造の課題を出すことが多いですね。はい、あとこれ「つやスタジオ」って書いてますけども、えー、と昨年までつや先生いらして今年から小松先生にわりましたので、えー、と内容的には小松スタジオが内容を引き継いでます、えー、内容的にはこういうふうに元素のインスタレーションが中心となります。 ここから4年生のスタジオ性教育とということで4年生はですね中心的な内容としては卒業が年で前期にに研究になりますそれと同時にここにある設計計画4ですねこれが前期の課題設計課題ということでそれぞれ8つのスタジオが8つのコースを立ててそれぞれ違う課題を取り組んでいます。 あのスタジオについて、えー、っとあの専門分野をもう一度整理しますと高橋先生不施、えー、スタジオ私ですねあと菊池先生とで3つが建築設計スタジオで鈴木先生が建築計画で小西先生があの構造デザイン持田先生が設備デザインで長谷川先生がランドスケープで小松先生が建築美術と空間表現ということでこの専門分野とそれぞれの分野に関しては 工学部にはない構成です。通常ですと工学部ですとやはりもうちょっと工法であるとか材料であるとかもうちょっとこう研究よりだと思いますけれども美大の建築学科の専任教員の専門分野も含めてこういうふうに全てがデザイン設計の内容になっています。はい。これ4年生の前期に行う設計計画4の作品です。えっと、これうちのスタジオですね。 鈴木先生、のスタジオ高橋先生小西先生、はい、持田先生菊池先生生、まあ、それぞれ特徴が全部あって、まあ、分かりやすいのはこういうランドスケープとかですね、あとこういうふうに津屋先生、今あの現在はあの小松スタジオになりますけれども。はい、で最後にあの学部の卒業制作の紹介をさせてもらいます。 これが今年の建築学科の金賞と学校賞の作品になります。銀賞ですね。銅賞。えっ、ー、と、奨励賞ですね。同じく奨励賞です。で、ここからはですね、えっ、ー、と、毎年、あの、こういうふうに学校賞を受賞した作品の中で、 学外コンクールで受賞した作品を紹介させてもらいますこの山田君の作品はですね、えー、と学内で銀賞でしたけども JIA の全国のコンクール JIA というのは日本建築家協会ですね、えー、が主催するコンクールで全国の銀、えー、と銅賞ですね銅賞を受賞してます、はい、吉田さんのこの作品は全国の金賞と東京の銀賞 えと同じく山田君のやつは、えー、と東京の銀賞あ金賞ですねあと特徴としてはこういうふうにあのインスタレーション作品も音楽の特徴でもあります例えばこれ12号化のドライエリアにこれだけ巨大な空間を作り出すとこういうのも特徴の一つになってます、はい、これは全部原寸で作ってますね はい、大学院の修了制作です、えーと。同じく、えー、と今年ですね、えー、ちょうど今日あの一緒にやってもらってる尾、えー、関君の作品ですね、今年大学院を修了しましたので、えーと、これは今年の学校賞ともう一つですね、大島君の作品です。はい、あとあの、えー、ここに書いてある、えー、住宅課題賞というのは、 えと本学の、えー、と3年生の課題、えー、と私のスタジオの住宅課題をですね首都圏を中心に約50の大学の建築学科の住宅課題を集めた、えー、とコンクールになります、えー、特にここでご紹介するのはですね、えー、とこのコンクールで2020年と2018年これですね2020年、えー、二俣くんと2018年屋敷さんが それぞれ最優秀1等ですねを収めています。ということで非常にあの住宅の設計レベルもこういうふうに学外コンクールで1等受賞するということで内容が非常に優れていることが客観的に見れるかなと思います。はい、あともう一つ昨年の実績としてはこの新人戦というのが、えー、っとこれ毎年行われている、えー 学部の12年生3年生ですかね3年の前期までの課題を、えー、それぞれエントリーして、えー、これはこれ全国規模ですね全国規模で、えー、最優秀を決めるんですけどもこれで昨年、えー、このアイラ君が、えー、優秀新人賞ですねこれを受賞していますで同じく、えー、上位8 0に宮治君とか16 0に阿部君ですね、えー、こういうふうに複数、えー、全国規模のこういう課題も受賞しています はい、えー、次3番目として卒業後の進路としようという,ということで、まあ、建築学科の場合は建築学科ということで、えー、建築に関する仕事い大体皆さん大体お分かりだと思いますけれども、えー、具体的にあの進路を説明させてもらうとまず、えー、建築設計事務所これはもうあの一番分かりやすい進路先だと思いますでここに書いてあるアトリエ系建築設計事務所というのは、えー、といわゆる建築家が主催するような設計事務所です ですから規模としては本当に少人数、まあ、10人以内ぐらいの事務所が多いかと思います。はい、あと組織設計事務所これはですねもう100人を超えた規模のいわゆる公共建築とか規模の大きい建築を設計するような事務所を組織設計事務所と呼んでますけれどもこれはですねどちらかというと学部よりも大学院が多いかなと思います。 建,築あの建設会社の設計部いわゆるゼネコン設計部というところですねこれはあのスーパーゼネコンのここにあるような竹中大林大成鹿島清水とかあの大手のスーパーゼネコンを中心に、えー、と設計部ですね、えー、と本学の場合はあの、えー、設計職ですので、えー、ほとんどがやはり設計部に入っていますあとハウスメーカーですねこれは 毎年、えーそうですね、5名から多い年は10名ぐらい、えー、っと着実に、えー、っと人数を、えー、っと入ってますね。あと不動産業ですね。これはどちらかというと設計というよりは計画ですね。えーっとえー、大規模な地域計画とか、えー、そこら辺ですね、計画がメインだと思います。あとランドスケープ。これはあの、えー 先ほどの組織事務所とか、スーパーゼネコンの設計部ですと、ランドスケープの部署もありますし、あと、ここに書いてあるようなオンサイトは、長谷川先生が主催している事務所ですけれども、ランドスケープの道もこういうふうに専門の事務所があります。あと、インテリアですね。これはですね、えっ、ー、と、建築学科ですけれども、えっ、ー、と、実数としては非常にインテリア系は多いですね。 あと今、の若い建築家の設計事務所はですね、もうインテリアも次に紹介するリノベーションもですね、えー、とほとんど10日に設計を行っています。なので、えー、と実際の実務としては新築の設計だけではなくてこういうリノベーションであるとかインテリアも含めてあと家具も含めてですね、建築学科の場合はあのひあの非常に広いレンジで、えー、と進路先があると思います。 家具プロダクトですね。ここに書いてるのは全部あの建築学科卒業生の事務所ですけれども、えー、と今あの説明したように、えー、とこういうふうに家具だけではなくて、えー、とインテリアも含めてやってる事務所が多いと思います。あと内装ですね。えー、とここにある野村工芸者と探偵社は、まあ、あのかなり大きい会社ですけれどもこういうふうに。 えと会社で、えー、多分ここですとインテリアあとホテルの設計とかあと商空間あとは展示会ですね、えー、とイベントの会場の設計だとか、まあ、そういうのも含めて、えー、今年ももう一、えー、人も内定もらってるとかこういう規模も最近着実に入ってますあと照明設計ですねこれはやはり建築を設計を勉強した人が やはりあの進む道としては十分あのただ毎年はなかなかいないですねこのサイン設計も、えー、設計図面が分かってなおかつグラフィックに興味がある学生が、えー、行ってますねあとは編集者これ専門書のあの編集者ですね、えー、ここにあるような専門書の編集で実際にえっ、ー、と本学の卒業生がえっ、ー、とそれぞれの 出版社で、えー、編集、実際にあの編集作業してますね。あと、ショールーム。これは、あの、住宅機メーカーですと、あの、あとは、照明メーカー、あと、家具メーカーですね。えー、ここら辺もお、人数はそんなに多くないですけども、確実に入ってますね。あの、そこからは、その他ですね、えー、企画プロデュース。あと、街づくり。あと、観光庁。あと、研究施設ね、教育研究施設。 はい、で具体的なあの進路先、就職先ですね、えーまあ、ここにある設計事務所、大きい規模から小さい規模まで、はい、ここが企業ですね、先ほどご説明したスーパーゼネコンから、えー、下の方を見ていただくとあの、真ん中の方にハウスメーカーさん、あと下の方はですね、えー、例えば、 えとあまり積極と関係ないと思われるような企業でも意外に空間に関する部署がありましてそれぞれの企業に入っていますね。ここに書いてあるように本学の大学院にそのまま進む場合とあと特に首都圏の国立の大学院に進むことが多いですね。 でえー、建築学科の場合はですね今、内部推薦という制度がありまして、えー、成績がある、あのー、基準を満たしますと、えー、基本的には面接だけで、えー、と大学院に進学できるという内部推薦制度を、えー、行っています。あと私立ですと,、えー、とここに書いてあるような慶応早稲田明治理科大が、あのー、多いですね。 で毎年あの、確実に入っているのは芸大と予告が一番多いかもわからないですね。はい、で、最後に、えー、入学試験です。はいえー、っと整理しますとお、大きくは一般選抜と総合型選抜。えーはい、一般選抜の一般方式35名ですね。これは 本学独自の学科と専門試験。え、本学は外国語と国語。え、専門試験はですね、の鉛筆デッサンか、え、数学の選択になっています。え、共通テスト2教科と専門試験。これはあの、一般方式とかなり近いです。学科が、えっと、共通テストに変わってると思っていただければいいかなと思います。え、センター3教科、あの、共通テスト3教科かですね。 この特徴としては、えー、と外国語は必須であとは2つ目としては国語または数学になりますですので文、えー、系理系両方とも対応していましてで残りの一つが選択ですねあと総合型選抜自己推薦型ですねこれは自己推薦調書と、えー、表現力テストとグループ面接というふうになってますねはい、えー、最後に整理しますとこういう形 一般方式は、えー、美術系、えー、あ,のあと理系ですねあと共通テスト日教科と専門型は同じく美術系理系で共通テスト三教科型はですね、理系と文系に対応してますで総合型に関してはすべ、えー、てにあの対応するということで、えー、多様な入試方式とそれぞれの多様な人材を求めて、えー、建築学科はあのこういうふうに、えー、方式を分けてます。はい えーとそれではですね、えーと画面共有を終了させていただいて、えー、学科説明はここまでとして、えー、終了します、えー。ご視聴ありがとうございました。今日はどうもありがとうございました。